皆様ごきげんよう、ココ大野でございます。はい、今回はトミカリミテッドヴィンテージ、トミテックですね、トミー の、 あの高級版を作ってるところです。割とね、なんかプラスチックっていうか ABS とかをね使ったりしてたりもするんですけど、今回のこれはね3年前ぐらいに買ったやつかな。で、ダットサンブルーバード版、横浜タイヤのね営業車68年式、64分の1、はい、3年前ぐらいに Amazon で購入しましたね。亜鉛合金ダイキャスト製でございます。はい、でこれは日産のライセンスをねちゃんと受けてますよとね、商品化ね、あのちゃんと認められてます。あ、横浜ゴムもね、でチャイナで作っていますということでございます。はい、こう来てこう来て、こっちは見てなかったね。はい、で注意、トミカリミテッドヴィンテージはディスプレイ用モデルですということでね、もう大人向けです。はい、大野が買った時も2500円前後で買ったと思います。その当時3年前ぐらいの時にね、だからまあ本当大人用ですよね。ね、こんな感じ。はい、パッケージはまあこんな感じですね。でじゃあ開けましょう。はい、で開けましょうってね、こっち側でね、よいしょ。ちょっと今2倍で最初から撮ってるからね、すぐフレームアウトっていうかね、画面から消えちゃう感じになってますんで気をつけましょう。はい、おお、これね、普通トミカは、箱の中にねビニールがクッション材として入ってるんです。ビニールの中に入って、クッション材代わりになってるんですけど、ちゃんとクッション材というかこの透明なねクッションが入ってます。おお、いいですね。はい、じゃあ早速まんまへビョーン。いやー、よくできてますね。ここのね、ちゃんとメッキのバンパーと、これね塗ってからバンパーつけてるんですよ。ここにね、あのウィンカーのところがちゃんとこう来てるでしょう。すごいですね、これはすごい。いやー、トミカもね本気出すとやっぱすごいですよね、これね。あー、すごいすごい。いや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 、これすごいでしょう。かっちょいいですね。ね、あ、でね、これね、ホイールとかもちゃんとね、トミカいつもの使い回しじゃなくて、ちゃんと専用のね、ホイールですね、これね。うわー、ここほら、ちゃんとノブとここの、あの、わかりますかね、ノブの下に鍵穴があって、鍵穴もね、ちゃんとこう、してるんですよね、ここ、ウィンカーのところに。うわー、ここ、ブルーバードって書いてるんだ。すごーい、ね、横浜タイヤ横浜あっていうやつじゃないです。はい、もうくだらんですよね、オーナーすぐね。でここにね、ほらバンとかね乗った人、商業車乗った人分かるんです。ここにね、あのバーがあるんですよ、中にね。これは窓ガラスに、まあ、あのバーを表現してるんですけど、でここにね、よくね、なんつうかな、スプレーとかをねこう、あの引っ掛けたりするんですよ。わかるかな、言ってることわかるかな。わかる人しかわかんないね、いつもながらね。ね、そんなこんなで大野は進めていきましょう。はい、いや、かっこいいですわ。ツートンに塗られててね。そうか、この時代だからハイマウントストップランプとかないんですよね。はあ、すごいすごいすごい。いや、すごいな、ブルーバード日産おっさん。いや、大野がおっさんだろうって感じでね、もう本当失礼な、たんな感じですよ。いや、かっちょいい。この時代の車はね、もう一台一台特徴があるから大好きなんですよね。大野ね、最近の車見たらね、どれも同じ顔にしか見えないから、もう大嫌いなんですよ。
ね、あの若い人はそれが好きなんでしょうけどね、もう大野みたいな世代になるとね、もうそういうのは嫌なんですよね。もうね、これぞって分かるようなね、この顔つきね。まあ日産同士なんで、ブルーバードとあとね、これからハコスカにもね共通するこうものを感じますよね。感じませんか、オンだけ。いや感じるでしょ、感じてくださいよって感じですよ。いやーかっちょいい。なんかね、なんつうのかな、外車をねやっぱ意識してデザインしてるんでしょうね。なんかかっこいいな。変にね流線形とかこうガンダム顔とかしないで、もうこれでいいんですよ。もう本当にね、えもう一発でわかるでしょう、ブルーバードみたいなね。あ、裏見せてなかったね。はい、トミカリミテッド、トミカリミテッドね。はい、トミになってますね。トミーにはなってるけど、トミーテックがね実際は販売元ですね。でこれはあかっこいいね。ここもねスペアタイヤのこのなんていうの、ここをこれ何も開いたりしないからあれなんですけど、こうフラットになっててね、板みたいなのをバゴって開けるとね、ここにねスペアタイヤが、ね、入ってるんですよ。こう商業車だから、商用車だからフラットにねベニヤ板みたいなのが貼ってあるんですよ。ベニヤ板だな確か。その上に、フェルト生地みたいなね、なんていうのカーペットみたいなのが敷かれてるんですよ。でカーペットをはぐって、そのベニヤ板をはぐると、ガッてこう開けるとね、このスペアタイヤが出てくるんですよね。いやいやこりゃいいな、こりゃいい、こりゃいいですね。なこんなで、これもねトミカは全部ねプラスドライバーじゃないんですよね。うん、型の構成といいな、やっぱりね。このシルバーでバンパー前と後ろちゃんとしてるしね。これここね、しかもねバンパーじゃなかった、これナンバープレートのところがね、まあ、真っ白系なんですけど、これで動画で分かりますかね。これね若干色が違うんですよ。ここがねこれと違うんですよ。こっちはねもうホワイト真っ白。うん、まあこっちはスプレーでピシューって塗るからね、ちょっとこうこっちの方が分かりやすいかな。色がちょっと違うんですよ。まあ逆にそれは大野的には好きなんですけど、なんかナンバープレートのところね、ちゃんとナンバープレートもね省略することが結構ね、ホットウィールもそうなんですけどあるんですけどね。まあこうやってこれみたいにねディスプレイ用モデルですって書いてあるんだったらね、やっぱこういう細かいところっていうかね、マニア心をくすぐるここにナンバープレートのところもちゃんとしてほしいですよね。あ、これきっとねここね、ここポッチがあるでしょ、ナンバープレートのところに。これね大野の予想っていうか、ナンバープレートを照らすライトがここに埋め込まれてでピカってなってるはずなんですよね。違ったかな、多分そうだと思う。はい、まあそんな感じで今回は、横ハメタイヤ、横ハメじゃないです、横浜タイヤ仕様の、トミカでございました。はい、いいでしょ、いいでしょう、これですよ横浜ね。ちゅうことで今回は、こんな感じで、あここ痛い、やけどしたんですよね、痛いの見せんなって、よし見せんようにしましょうということで、こんな感じですよ、ね、デザイナーがこれこう作った時のやつなんでしょうね。かっちょいいな、いやいやいいね、いいねいいね、うん、これだよブルーバードトミカリミテッド、これこれ、ね、よいしょ、こういう感じ、
こういう感じ、こっち側にした方がいいのかな。きっとね、あのあれ、あのこのね、これね、今ね、大野がね、こう押してるのはね、後でね、スライドショーにするときにね、こう見やすくすね、するためなんですよ。はい、ちゅう感じで、それでは今回の、ブルーバード版、ダットさんブルーバード版のご紹介でございました。トミカダイキャストミニカー、それでは皆様ごきげんよう。ここのチャンネル。